何が？ノート作り変える鳥？鳥が？そうしないと新しい歌を覚えられないの？大変だね。もし、脳を作り変えられなかったら、どうするの？古い歌しか詰まっていない脳の鳥は、どうなるの？古い歌に引きずられる？古い歌に引きずられて、新しい歌を覚えられない。かわいそうだね。そうだよ。そうかな。そうかな。
兄ちゃんが老人みたいにヨロヨロしながら立ち上がって首をアホみたいにコキコキしてるところからかな。はいはい、分かってますよーだ。でもお兄ちゃんが悪いんだからね。エリが何度もご飯ですよーって下から呼んでるのに全然返事してくれないんだもん。てっきり寝てるのかと思っちゃったよ。エリもさっきうとうとしちゃったけどね。全然片付いてないね。お兄ちゃんは昔から片付けが苦手だったからね。エリなんてすぐ終わっちゃったよ。何よ、エリが呼びに来たのに。ブエ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 
じゃないか。どうした、そんな大きな声出して。ん、変なやつだな。ま、元気そうで何よりだな。こっちに越してくてるって聞いたときは驚いたけどな。まあそうだな、妹夫婦にはそんなところがあるからな。で、今日は何の用だ。挨拶さだけか。スタジオ、そうか、ついにギターを本格的に始めるつもりになったのか。そりゃいいことだ。スタジオならさっき空いたところだからな。千秋が片付けに入ってる。今お前がすれ違った連中だが、それがどうかしたか。あれなら琴平学園の生徒だぞ。確かお前が通うところだったな。あいつらはな、千秋の直の後輩で軽音部の生徒なんだ。その流れでここを練習場として貸してるってわけだ。まあそうなるかな。ロング、確か佐伯綾菜だったかな。あいつらが何かしたか。あ、もしかして。私のことを千秋さんって呼ぶなんて、なんだか他人行儀じゃない。君も大人になったってことかしらね。背も随分と伸びたみたいだし、顔は子供っぽいままだけど。だったら私のこと昔みたいにちいねって呼んでくれるかな。ね、それが大人になった証拠なのよ。まあそれはそれで私は構わないけどね。子供みたいな顔してるくせに。ちゃんと勉強はやってるの？もしここの授業についていけなかったら、私が教えてあげようか。何よ、私じゃ問題でもあるのかな。だったら遠慮しないで相談してね。そうね、楽しみに待ってるわよ。で、ここに用事でもあるのかな。わざわざ上がってこなくても呼んでくれれば私が下に行ったのに。まあ廊下で立ち話ってのもなんだし、中に入ろっか。あの子たちは私の後輩なんだけどね、ちょっと困ってるらしいのよね。ボーカル側がちゃんと決まってないとかなんとかで、よくわかんないけどさ。君、入って歌ってみたら。そうなの。じゃあギターとして入ってみれば。ギターなんて何人いたって困るもんじゃないんじゃない。ジュン君に私から言えば問題ないしね。ああ、ジュン君っていうのは部長の名前。私の後輩で、私が3年の時に1年だった。あの子なら問題なく受け入れてくれるはずよ。みんなに先輩として慕われてるみたいだし。入部するなら私からジュン君に電話しておいてあげるけど、どうする？わかったわ。じゃあ、ちいねえから電話しておいてあげるね。やっぱり私がいないと何もできないのかしらね。まだまだ子供ね。お兄ちゃん。お兄ちゃんってば。
お兄ちゃん、早く起きないと学校遅れちゃうよ。もう寝坊さんなんだから。何を言ってんのよ、緊急事態でしょ。早く起きないと遅れちゃうよ。転校生は他の生徒より早めに行って校長先生に挨拶するんでしょ。エリは着替え終わったもんね。どうする、一緒に行くんでしょ。ご飯食べてる時間ないね。顔洗う時間もないね。歯磨きしてギリギリかな。汚い兄だね、汚い兄、汚。おう、震えてます。それじゃあ出発。ちょっと、もうちょっと。間違えてない？